胃がんの末期で、10人中7人が死ぬって言われたね。で当然自分も7人に入ると思ってもう生きることを諦めたんだけど、抗がん剤も始めて、でもライブ生活はできるんだけどライブまではできないわけさ。ライブってもう人の100倍ぐらいエネルギーをないとできないから、あの抗がん剤飲むとドヨーンってなっちゃうわけ。で、ああもうこれライブできないと、どうしようと。でそしてあの医者にあの報告に行くわけ、抗がん剤あの家で飲むやつだからね。で医者にね、医者があのどうですか杉山さん、抗がん剤ちゃんとやってますかって、いやあの自分の仕事はねあの音楽のライブをやってましてね、やっぱりライブ前に飲んでしまうと気持ちがねドヨーンとなって、ライブ前は飲まないことにしてますって言ったら、えってあんた何やってんですかと、そんないい加減な気持ちで飲むんだったら飲むのをやめちまえと怒られたわけ。そしたら売り言葉に変え、わかりました、もうライブをやめるくらいなんか俺の生きがいを奪うことだから、もう抗がん剤なんかやめます、自分で治しますってバタッて閉めて出てきて、そのおかげで今生きてるわけ。それでいい先生でさ、いけませんよちゃんと飲みなさいって言って、はい先生って答えたらもういなかったわけ、このように。そんな感じだよね、もう奇跡な、ここでみんなと会えることなんかありえなかったわけ。本当にいくよ奇跡。余命宣告に泣き崩れる、カエルのごとく殻を裂かれ、死神の足跡に怯える、後悔に首を絞めつけられ、罪悪感に心臓をえぐられ、過酷な運命に急所を浴びせ、残酷な髪に唾を吐く、息をしてる女神へ聞こえる、もしかして僕は生きてる、命は奇跡の贈り物だった。 Life is a miracle、 僕の人生は全て奇跡でできてた。 Life is a miracle、 生きて君と会えた、ありえない奇跡。それとも無視、ありがとうの反対は当たり前、命の感謝を忘れる病、あれくれ食べる太陽が昇る、それは決して当たり前じゃない、愛する家族や友が笑う、それは決して当たり前じゃない。Life is a miracle、 僕の人生は全て奇跡でできてた。 Life is a miracle、 生きて君と会えた、ありえない奇跡だ。 Life is a miracle、 君の人生も全て奇跡でできてた。
小さな小さな日常こそが奇跡、僕の歌に出会ってくれたあなた、本当に本当にありがとう。